庭菜園ライフ。こんにちは。青梅市で家庭菜園を楽しんでいる、高畑です。本日はロマネスコ、ブロッコリー、これらをオーガニックで丈夫に育てる方法を3つご紹介いたします。この方法はオーガニック栽培をする中で一番のやり方ではないかなとたどり着いた結果です。しっかりと大きめの野菜を育てることができます。ぜひ参考にしてみてください。これから寒くなるという時期ですので、植え付けるのが遅れると成長が鈍くなります。したがってできれば8月の末から9月の中旬までには植え付けを済ませていただきたいと思います。ロマネスコブロッコリーの魅力といいますとですね、ロマネスコの場合はですね、カリフラワーに近い味なんですけれども、見た目がすごく綺麗です。コブが円錐の形をしていて螺旋状になっているんですね。その形を見るだけでも育てる価値はあるかと思います。またブロッコリーの方はですね、通常売っている花蕾を取った後も一冬の間収穫ができるといったところが魅力かと思います。それではまずロマネスコを植えていきます。マルチカッターで穴を開けます。中のビニールをこう押さえるとですね、土が固まってきれいにこうくり抜けます。そして次に深さを確かめます。マルチの面とこの中の面が同じ高さか少し上がいいですね。そして水を入れます。半分くらい、はい、出ました。あまりこう水を入れるとですね、根がこう伸びようとしなくなっちゃうんですね。根が自分の力で伸びるようにですね、半分程度に抑えてます。このロマネスコは、7月の26日に分けました。ちょうど一月前くらいですね。管理としては水やり、これが一番大事だと思います。朝のみ与えてですね、夕方ちょっとやりたいなと思うのも我慢して朝だけにしてます。というのは夜やると苗が徒長してしまうんですね。それを避けるために朝たっぷりあげて、あとはあげないというやり方をしています。だいたい葉を 4,5 枚で植えるんですけれども、これはちょっと若干小さいかもしれません。苗をホームセンターで購入する際にはですね、背の高い苗ではなくてですね、茎が太いものを選んでください。そして葉が5枚あるのがベストですね。それでは植えてみます。まずチョキで、茎の元をこう挟み込みます。そしてポットをひっくり返して穴を軽く押すように引き上げます。非常に脆いんでですね、優しく、穴に落とします。周りの隙間にですね、掘った土を落とします。そして、しっかりと押さえてください。仕上げに、水をかけてですね、根鉢と畑の土が密着するようにします。それでは植え付けが終わりました。今後の育て方を3つご紹介いたします。まず丈夫に大きめに育てるためには害虫対策が必要です。植え付け後すぐに虫が寄ってきますので、虫から遮断するために防虫ネットをかけるということです。さらに害虫対策をしたい場合にはですね、こちらを使います。オーガニックの虫除けの農薬です。使い方につきましては以前の動画をご参考にしてください。それでは散布してみます。まんべんなく裏面にもかけます。滴るまでかけて構いません。2つ目です。ぼかし肥、これを使って追肥をしていきます。
このぼかし肥の中にはですね、化学肥料の中に入っていない微量の成分も当然含まれています。自然由来のものでできていまして、効果は化学肥料よりも大きいと私は思っています。もちろん鶏糞でもいいんですが、ぼかし肥の方がよりいろんな微量要素が含まれています。これにはですね、草木灰であるとか米ぬか、油かす、それからみかんの皮、糖蜜、魚粉なども入っております。ちなみにこれは自家製です。この中にみかんの皮が入っています。これを入れることによってですね、野菜の実といいますか、そういう部分が甘くなると言われています。追肥は 2,3 週間後にまず1回目を行います。場所としてはですね、葉っぱの先の下、まあこれで言いますと先の下ですから、ここですよね。まあ、おそらくはもっと大きくなっていますので、ここに入れたものでしたらこの一番の角になると思います。そして真ん中2箇所ですね、入れます。分量としてはですね、私は1回に 30cc ぐらいになりますかね、を移植ボードで切って、10センチくらい刺して、その間に入れて、土を戻して、そこに水をかけます。だんだん根が張ってきます。その時に初期の成長がより良くなるためにですね、大きな苗にするんでしたら、やはり3週間目ぐらいまでに1回目を終えておいた方がいいのではないかと思います。3つ目は定期的な追肥です。1回目の追肥が3週間後、2回目はその1ヶ月後、また3回目はその1ヶ月後というふうにですね、定期的に追肥を行っていきます。特にブロッコリーはですね、最初の花蕾を取った後、そっからも収穫しますので、月に1回は忘れないようにしてください。植え付けた後にですね、風が強かったり、またそういう場所で、栽培されている方は、支柱を立てることをお勧めします。まあ、このようには短めの支柱を用意していただいて、まあ、根鉢からちょっと外したところに斜めに入れてもらってですね、8の字結びをします。念のためにやっておきましょう。今日は、ブロッコリーロマネスコを丈夫に、大きめに育てる方法を、3つご紹介いたしました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と、いいねボタンをよろしくお願いいたします。ではまた。